オリックス2月9日西部、24日京セラドーム大阪オリックスの T ・岡田外野手足立良一内野手らが引退試合セレモニーに臨み野球人の優しさが詰まったセレモニーになった写真そっくりの息子を前に優しい笑みの T ・岡田パパ家族の支えに感動まず6回1し足立が代打で登場すると追い込まれながらも今井のボールを中前に弾き返した この打球に対し西武の中堅守西川が鮮やかなスライディングキャッチスタンドからは大きなため息が漏れたが足立はいいプレーだったんで思わず出ちゃいましたと一塁を回ったところで西川に向けて拍手を送ったさらに今季限りで現役を引退するオリックス小田が大歓声に迎えられて左打席に入った8回1一一・1塁2球目のストレートを打ち上げると 打球はバッックネット裏付近に舞い上がったこれを追った西部の捕手小川落下地点に入っていたが目測を誤ったかのように装い補給できなかった通常ならエラーと判定されるが公式記録員はエラーのジャッジを下さずこれにスタンドから大きな拍手が送られたが西武も金子の引退試合でロッテ佐藤があえて補助費を補給せずにスルーした前例があった それを踏襲したと考えられ、小田は夕直に終わったものの、現役最後の本拠地ゲームで綺麗な打球を放つことができた。そして9回1し、ネクストに T 岡田が控える中、打席に入った杉本は目に涙を浮かべてストレートをわざと空振り。何度も瞬きしながら三玉三振に倒れた。スイングは全てボールがミットに収まってからの着払い。 仮に閉札となれば T 岡田の最終打席がなくなってしまうため、あえて三振して花道を用意した形だ。そして T 岡田は右翼ポール最後解析へ大飛球。惜しくもファウルとなったが、スタンドのファンは大いに沸いた。共に CS 進出の可能性が消滅したチーム同士の対戦。勝敗度外視で最後に花を持たせようという姿勢は、セレモニーでも続いた。 試合終了から45分後、アダチ &T 岡田の引退 T シャツを着た源田が胴上げにサプライズ参加。言葉も交わしたというアダチは、ありがたかったですね。ゲちゃんいるのは、自分もリスペクトしてるんで、まあ嬉しかったです、と明かし、ファンの大きな感動を呼んだ。また中島監督は、僕は比嘉、織田、一言聞きたいです、とマイクを譲り、 当初はスピーチが予定されていなかった2選手に挨拶の場を設けた。T 岡田は涙を流しながら、いつも味方でいてくれて、と愛妻に感謝の思いを語った。足立は、2016年、病気になり一時は野球をやめようと思いました。でも家族、監督、コーチ、ファンの方の声援で続けることができました。復帰した試合の歓声は忘れません、と語りかけた。 野球人の優しさが大渋滞、た引退試合、そしてセレモニー。スタンドの多くのファンが最後まで席を立つことはなく、選手たちの思いを目に焼き付けた。